悟空数001。どうも、ババキリフダでございます。今回はプレステスイッチで登場した薄い本などでよく見るキャラクターランキングトップ10を紹介。薄口甘口。第10位ライザ。アトリエシリーズ史上最もムッチンプリンだった少女ライザ。彼女はその服装とムチッとした体のおかげでか、様々なところで人気を勝ち取ってきたのだが、しかしこのキャラクターの場合は、調べたところ、とある大人の事情で薄い本を作ることが難しくなったそうで、結果的に同人誌界隈ではそこまで人気のあるキャラクターにはならなかったそうだ。ただしこのキャラクターは過激な服装を好むコスプレイヤーの中では一時期とても人気があったようだ。第9位、ライデン将軍。基本無料なのに広大なオープンワールドが冒険できる PS4、PS5 系原神に登場するボスキャラ、ライデン将軍。彼女はその美貌とお姉さんのような容姿が薄い本界隈では扱いやすかったそうで、今では割と多くの本で見かけることとなった。ちなみに原神にはこのキャラクターの他に様々な可愛い女の子が登場することでも有名だが、ただ調べたところ、このゲームに登場する女の子はなぜか薄い本界隈ではいまいち人気がなかったようだ。第8位、マルティナ。ドラクエのキャラクターといえば、やはりドラクエ8のゼシカやドラクエ3の賢者などが薄い本によく登場すると思われがちだが、しかしドラクエ11で登場したマルティナも、実は意外と薄い本界隈では人気がある存在となっていた。特にマルティナの場合は本編で闇落ちするためか、そういったところが薄い本の題材で扱いやすい点になったそうだ。第7位、2B。 アンドロイドなのに薄い本でよく重宝されるキャラクター 2B。 彼女はそのチャーミングなお尻が全米が泣くほど素晴らしいものとなっていたので、それが功を奏したのか、たくさんの薄い本で見かけることとなった。ただ彼女の場合はどちらかというと、海外で作られた 3D キャラクターとして見かけることが多く、薄い本というよりはそっちの方で活躍しているイメージが強いのは確かだ。また彼女の場合は割と過激なコスプレイヤーたちにも人気があるイメージだ。第6位、高巻アン。本編であったとあるジョージのせいでか、薄い本でよく見ることとなったペルソナキャラクター高巻アン。彼女はペルソナ5の序盤で鴨志田と言われる色欲の教師に目をつけられていたためか、そこを薄い本の題材として扱われることとなった。また彼女の場合はゲーム本編ではセクシー担当となっていたため、そういったところも薄い本の材料にさせられてしまったようだ。ちなみにペルソナ5は高巻アン以外にも、実は意外とジョーカーが人気だったそうで、一部のファンの間ではとてもジョーカーは需要のある存在となったそうだ。第5位、穂村光。スイッチでセクシーといえば最も早く出てくるキャラクター穂村光。彼女たちは非常に広大な世界を冒険できる JRPG のゼノブレード2に登場する重要キャラクターで、その見た目からか、よく薄い本に出がちなキャラクターとなった。特に彼女たちはその優しい性格とツンデレな性格は、とても薄い本にマッチしやすかったのか、それをうまい具合に利用されることがたびたびあった。ただ彼女たちの場合は人気度はあれど、絶対数はそこまでなかったので、あまり数多く薄い本が用意されているわけではなかった。第4位、ユミ。公式でもセクシーなはずなのに、薄い本でも大活躍してしまったキャラクター、ユミ。
彼女は戦乱神楽シリーズで最も人気のあるキャラクターで、本編の方でも毎度割と限界ギリギリを突破していたのだが、しかし一部のファンにとってはそれでもまだまだ足りなかったそうで、結果的に薄い本界隈でとても需要のあるキャラクターになったそうだ。ちなみに戦乱神楽といえば、弓以外にも可愛いキャラクターが登場することで有名ということもあってか、薄い本界隈では弓以外のキャラクターもかなり活躍しているみたいだ。第3位、日の絵美濃と。モンハンライズで大人気となった双子の受付嬢、日の絵美濃と。彼女たちはゲーム本編でプレイヤーである主人公のサポートをするキャラクターということもあってか、よく薄い本界隈ではそういった無理やり下世話をしてくるキャラクターとして描かれがちとなった。また彼女たちは仲のいい双子という設定のためか、百合の花として描かれることも少なくはなかったそうだ。ちなみに調べたところ、薄い本界隈ではモンハンシリーズで最も不評と言われているモンハンワールドの受付嬢の本もあったので、一部のファンにとってはモンハンワールドも意外と需要のあるものだったのかもしれない。第2位、ほのかマリーローズ。格ゲー界はおろか、薄い本界隈でも未だ絶大な人気を誇っているキャラクター、ほのか&マリーローズ。彼女たちはその幼いベビーフェイスととても美しいスタイルからか、よく二人で薄い本に登場することがあった。また彼女たちは海外ファンにもとても人気があったらしく、ニーアオートマタの 2B 同様、海外で 3D モデルとしてよく登場することになった。ただマリーローズに関してはソロで活躍することも多々あったそうで、そういったところはやはりマリーローズ一強になったそうな。個人的にゴスロリは正直なところ危ない匂いをビンビン感じるため、そこまで興味をそそられはしなかったが、しかし世界にとってゴスロリというのはやはり世界共通で愛すべきものになったそうだ。第1位、ティファ。 FF 史上最も男の欲望を具現化したとも言えるキャラクターティファ。彼女はその見た目のせいでか、よく薄い本の標的にされることが多く、そして毎度謎の野郎どもに襲われがちとなった。また彼女はあの大人気漫画家であるクリムゾン先生の作品に登場した結果、薄い本界隈で爆発的な売り上げを叩き出したそうで、それは今なお伝説として語り継がられることとなった。ちなみに彼女は FF7 リメイクが発売した頃、薄い本界隈でまたも再燃したそうで、どの FF シリーズのキャラクターよりもダントツのキャラとなったそうだ。ということで今回はここまで。アイドリング。それではまた、さらだばー。